今から秋芳白糸の滝に行ってみます。ちなみにここは半田弁天湧泉ですね。無料汲み水汲み場。ここからちょっと行った先にある白糸の滝に行っています。暑いなぁ。しかし狭いんですよね。ちなみに白糸の滝にはキャンプ場があります。白糸の滝高さ30メートル、これより2キロ、ここから狭い、ね、
駅駐車場なんで、ここですね。ここから歩いて白糸の滝まで行きます。車が止まって、あ、向こうも駐車場があるのか。到着。